こんにちは、レイセンです。今日は4月14日火曜日になります。絶食730日目、フルータリアン実験は17日目です。天気は晴れですね。ちょっとなんか寒いけど、一応いい感じに晴れましたね。今日現在時刻は午前9時回ったところです。今日も朝フレッシュジュース作って、で買い出し1回行ってきます。できなこと混ぜ合わせるものとして、野菜生活100のオレンジ、オリジナルだね、オリジナルとか、あとマンゴーサラダとか、まああの辺、あと桃ミックスだね、新商品の桃ミックスとか、あの辺買ってこようと思うんで。そしたら、絶食730日目始めていきます。今日もフレッシュジュース作っていきます。まずこれ甘夏、ちょっと小ぶりの小さい甘夏1個 280g で、次八朔だね、八朔1個 320g で、これ清見タンゴールですね、3個で 744g、 合わせて 1344g ですね。したら、あ、これ取っていきます。920かな、920ってとこです。したらこれ飲んでいきます。そしたら買い出し行っていきます。神棚お供えするお酒と、あと野菜生活100とオレンジジュースと、あときな粉かだけかな、でバイクがちょっと汚れてきちゃったもんで、まあ、砂ぼこりに昨日雨、パラついてる中走ったもんで、一回ちょっとバイク荒きれいにして、でその後買い出し行ってきます。今買い出しから帰ってきました。バイク部屋か、部屋掃除機ちょっとかけて、でその後バイクの掃除やって、でそれから洗濯物干して、で買い出し行ってきたんだけど、今日火曜特売でものすごい混んでたね。ものすごいというか、割と混んでたっていうか、特にレジだね、レジが混んでたもんで、ちょっと時間がかかったけど、で今日はね、新商品カゴメの野菜生活100、これアップルサラダってやつだね、アップルサラダ、今ベリーサラダ、マンゴーサラダでオリジナルあって、これアップルサラダだね。これ見つけたもんで、これは期間限定ってわけじゃないから、多分ずっと今後、まあ人気次第だと思うけど続くと思うんで、味確認しとこうかなと思ったんで、100ミリとりあえず入れて、
味見る。なんか爽やか、ちょっとアップルな甘い爽やかな香りがちょっとするね。で味、なんだこれ、なんか妙な味がするな。なんだこれ、人参かな。もっとアップルって感じかと思ったけど違うな。なんだこれ、なんか妙な味だな。なんかいろんな味が混ざってるね。なんだろう、なんかね、奇妙な味だわこれ。野菜関係とか関係してるのかな。なんかアップルだっていう感じではなくて、なんかいろいろ混ざってる味だね。悪くないよ、悪くないけど、なんか説明が難しい味だなこれ。まあバリエーションの一つとして加えてもいいんじゃないかなっていう味ですね。あ、すっごいうまいみたいな感じではない。すっごいうまいっていう感じではない。なんかいろんな味が混ざりに混ざって、なんか形容しがたい味っていう感じですね。で、あとまあこれもモーミックスも買ってきたんで、これきな粉だね。きな粉に混ぜ合わせて、でちょっと味の確認、まあ問題ないと思うけどな普通に。このアップルもね、アップルも、あと他にもオリジナルとかマンゴーサラダとか買ってきたもんで、まあそれも使っていこうかなと思っています。なところですね。ちょっと今から試したいことがあるんで試そうと思います。これ SB のシーズニングタンドリーチキンってやつだね。タンドリーチキンって書いてあるけど、チキン入ってないよ。香辛料だね、香辛料っていうか、この粉だね、粉を鶏肉にまぶしてで焼くとタンドリーチキンになるってやつなんだよ。だけど肉は入ってないんだわ、香辛料だけだから。原材料名、品名タンドリーチキン用調味料で、原材料メガ食塩オーストラリア製造で、コリアンダー、ミルクパウダー、トマトパウダー、パプリカ、コーングリッツ、クミン、砂糖、ガーリック、ターメリック、ジンジャー、ホワイトペッパー、赤唐辛子、酸味料、二酸化ケイ素、乳化剤香料なんで、乳化剤は入ってるから、ちょっと添加物は入ってるんだけどね。だからチキンエキスとかポークエキスとか、そういう動物性のものは入ってないもんで、コリアンダーとクミンのエキゾチックな香りって書いてあるね。これで味付けしたら結構いいかもしれないと思って、どんな感じになるのか試してみようかなっていうので買ってみた。一袋100円だね。まあ高いと思えば高いけど、中に2袋入ってる。タンドリーチキン、ちょっと、なんか綺麗に買ったな。これをかけてみる、きな粉にかけてみようと思う。で、スタイル1のきな粉だね。これをまずここに入れて、まあ試しにね、うまくいくかどうかはやってみないと。ここに入れて、あ、こぼれたな。で、ここにタンドリーチキンの粉
をまぶす、うん、どのぐらい入れる、ああなんかカレーだな、カレーのスパイスの味、匂いだな、味っていうか匂いだな、うん、うん、カレーだな、カレー粉こんな感じだね、カレー粉、うん、全部入れちゃおうかなこれ、うん、あ全部入れちゃう、で混ぜて、うん、ちょっときな粉多かったかなこれ、でここに有機豆乳のね、有機豆乳をまあどのぐらい使うかな、100ミリ、とりあえず100ミリだね、100ミリを入れる、うん、これであとはかき混ぜて、でペースト状にする、で味を見るってところです。でまあ味付けがちょっと薄かったら醤油足して整えようかな、醤油とあとあのブラックペッパーとか粉唐辛子とかあるもんで、まあその辺使って調節して割といい感じになるかもしれない、美味しい感じにね、香りはいいね、あのチキンのタンドリーチキンの香りなんだろうな、タンドリーチキンってあんまり食べたことないな、まあでもなんだっけ、なんかこういう味のあのお菓子があったな、忘れちゃったな、うん、なんか三角形のちょっとピリッとした感じのお菓子、あ、壊れた。ちょっと入れすぎたな。まあこの容器で別に作らなくてもいいんだけどね。だこの容器だと、この器だとあの舐めやすいっていうのかな。最後皿に残ったやつを舐めやすいもんで、ペロペロと、うん。っていうのもあるんだけど。こんな感じかな。で味、うん、カレーだな、うん、どうだろう、あカレーだな、あカレーの味を味わいたいときはこれがいいかもな、うん、うん、あでもちょっと味きついな、ちょっときついな。でもカレー粉だと大体あの動物性のものが入ってるもんで、エキスがね、うん、動物性の油脂かなんか何かしらエキスが入ってたりするんで、これだったらなんか香辛料っていうか、うん、調味料だもんでいける、うん、うん、ちょっときついな、うん、もうちょっと量、まあ、一袋じゃなくて、まあ、半分ぐらいで作るとか、まあ、量調節したらいいかもしれないってとこですね、うん、うん、まあこの濃さだと人にはちょっと勧められないけど、まあ、量を調節したらいけるはずです、したらこれの取っていきます、これ、きな粉に有機豆乳混ぜて、まあ、ペースト状にしたやつですね。ここにちょっと醤油垂らしてみる。これで味がどんな感じになるのか。いけるんなら、これだったらあんまりお金かかんないし。うんうん、さっきのやつは、うん、ちょっと味がきつかったんだよね、うん、でもまあ量配分の問題があると思うけど、ただカレーの味を楽しむにはありかなってところです。なんかちょっとお腹の調子はなんか微妙にいまいち
感じになったんで、あんまおすすめはできないかなってとこですけど。まあ取れなくはないけど、そうすごい美味しいって感じじゃないな。だな、取れなくはないけど、まあでもなんか塩気のやつが欲しいっていう時に、まあありっちゃありかな。ここに唐辛子とか粉唐辛子とかかけたら割といけるかな。あ、でも、そう、なんか人におすすめできるような感じじゃないな。いまいちだね。まあ、とりあえずこれ、取っていきます。そしたら、このアップルサラダだね。アップルサラダで一回トーカーミックス。あ、トーヤか。トーヤミックス作ってみます。有機豆乳。こう200。多分、まあ、200あると思うけど。もうあとラストちょっとなんで、あと残りはタンドリーチキンでも作るときに使おうかな。で、アップルを300。これで味、あとはそのままそのまま取っちゃうかな。これで味、悪くないけど、そうすごい美味しいってわけでもないな。いまいちかな、いまいちだな、あんま美味しくないな。したらこれ取っていきます。マンゴーサラダ、これ飲んでいこうと思います。トーカミックス、有機豆乳がないもんトーカミックスちょっとできないんだよね。トーヤか、トーヤミックスだね。これマンゴーサラダできな粉と混ぜ合わせてペーストにしたら割と美味しかった。いけるね。またあの作ってもいいかなって思います。したらこれ飲んでいきます。なんか異様に喉乾くんで、オリジナル500、まあ、飲もうと思います。オリジナルも好きなこと混ぜると普通に美味しいね。普通にいける。したら飲んでいきます。
で、ウエスト測っていきます。正面、側面、そうですね、中68.5 ですね。で血圧測っていきます。110-76です。今日の結果報告です。今日は天気晴れですね。睡眠時間は3時間ほどとっています。午後11時から深夜0時までの1時間と、翌日午前2時から3時までの1時間、あと午前6時から7時までの1時間で、合わせて3時間ってところです。ウォーキングとウェイトトレーニングは今日もなしです。日中の室内温度、午前8時40分頃計測で22度、湿度は 21% でした。で、飲んだもの、野菜ジュースが 2270ml、 豆乳が 300ml で、果物ジュースは 500ml で、果汁、これ午前9時10分頃、甘夏 280g と八朔 320g と清見タンゴール 744g で、合わせて 1344g で、できたのが 920ml ってところです。四捨五入なんで 1.3 キロだな。1.3 キロで920ミリってところです。で、水は900になります。これは朝から飲み始めてる塩水だね。ペットボトル1本900ってところです。で、合計が 4890ml。水900のため、実質は3990になります。なので、今日は4リッター絶食ですね。なんかちょっと増えちゃってるね。昨日は 3.7 なんで4、まあちょこっとだけどな。で、活性器今日はなしです。塩ヌチマースは 9g 取っています。みかんの皮ペーストも今日はなしです。で、香辛料、これはあのきな粉だね。きな粉ペーストに香辛料、粉唐辛子とか七味とかブラックペッパー、あと醤油なんかも使ってます。ちょっとだけどね、ちょっとだけで。あときな粉、今日は 560g、 多いね。 560g 取ってる。 4袋かな、4袋を取ってるところですね。さすがにちょっと取りすぎかなと思います。で、スープ今日はなしです。尿回数16回出てて、濃さは薄め、あとかなり薄め、あとほぼ無色、量は平均的な量から多い時がありました。大便は1回ですね。大便1回出ています。午後9時50分頃、色脳褐色で、細バナナ状で40センチ、プラス半下痢状で 50ml。で、平均的な硬さで匂いはそこそこありってところです。まあ、最初細いやつがね、ちょこちょこ、ちょろちょろっと出てきて、40センチなんでこのぐらいかな。このぐらいだね。で、その後なんかブチ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 っとした感じの半下痢状。なんかドロッとしてるわけじゃなくて、もっとブチブチブチっとした感じだね。もうちょっとペースト状っていうか、水分の少ない感じっていうのかな、ドロッとした感じよりも水分の少ない感じの便っていうのかな。細バナナ状みたいな形は形成されないんだけど、ドロッとしてるわけでもないっていう、そんな感じの便ですね。が50ミリぐらい出てるってとこです。まあ匂いはそこそこあり、まああるはあるって感じですね。おなら時々ありで、で、まあ若干多いってとこかな。少し多い、回数多い。で、匂いはまあ普通に臭いってとこです。普通に臭い。普通に食事取ってる時の匂いとはちょっと違うんだけど、でもあんまりいい匂いじゃない、臭い、明らかに臭いよっていう感じの匂いだね。で、今日の計測時刻は午前9時50分頃に計測しています。昨日よりも1時間と50分ほど遅いですね。まあ 0.2 キロぐらいその分減ってることになります。体重 57.20 キロ、昨日に比べてマイナス 0.15 キロの減少です。まあなんでほぼほぼ昨日と同じ時間に測ったら体重は変わらないって感じですね、これだと。で、BMI は 18.1 で、変化なし。体脂肪率は 12.1% でマイナス 0.1% の減少です。なんで、まあ体重も体脂肪率も今日は変わってないよ。昨日と同じぐらいだよってとこです。で、血圧110-76、最高血圧マイナス12、
最低血圧マイナス7なんで、血圧はだいぶ下がってますね、今日は。だいぶ落ちてる。まあ、この辺、ヌチマウスの効果が薄くなっちゃってるっていうのと、今日は、まあ、スープ取ってないもんで、スープの、まあ、塩気がないから、まあ、その辺で体重が下がってるっていうのと、あと、果物ジュースと野菜ジュースが多かったんでね、今日。あの辺が血圧下げてるんじゃないかなって思います。で、脈拍70でプラス3、ウエスト 68.5 センチで5ミリの減少です。まあ、体重 0.15 キロぐらいだったら5ミリ減少を考えにくいんだけどな。体脂肪率も変わってないし、この辺測り方かなってとこです。今日の気づき。まず、きな粉だね。きな粉はな、たくさん取るとね、喉が異様に乾く。喉が異様に乾くね。まあ、今日もその辺があったんで、マンゴーサラダとかオリジナルをそのまま500でね、ストレートで飲んでたりしてます。まあ、こんだけ取ったら喉乾くんだけどね。あ、まあ、大体ね、やっぱきな粉は1袋、440g、1袋ぐらいがちょうどいいな。で、2袋をもう終わる頃だね。終わる頃になんかちょっとね、ああ、なんかやばそうだな、みたいな感じの雰囲気の症状が出るっていうのかな。症状っていうか、まあ前にも話したけど、緑豆春雨だね。緑豆春雨をたくさん取りすぎて、で、ああ、なんかちょっとやばくなってきた、みたいな。お腹が異様に膨れて、ちょっとやばいかも、みたいな感じの雰囲気の、そんな症状だね。まあ、どっかが痛いとか苦しいとか、そういうのとはちょっと違うんだけど、まあ嫌な感じが出てくるっていうのかな。そんなところ。それがまあ、2袋を終えるぐらいのタイミングで出てきたもんで、やっぱり1袋ぐらいにしとくのがいいんじゃないかなってところです。で、今日まあ4袋、560g 取ってるんだけど、一応ね、取れるは取れるね。で、まあ、560g 取っても体重は変わらないわけだから、きな粉はあんまり体重を増加させないっていうのかな。体重の増減にあまり影響がないのかもしれない。あるいは、まあ、この辺が、この量だと、この体重が、まあ、大体、トントンっていうか、まあ、安定する場所なのかもしれないってとこですね。これより体重が低かったら、きな粉取っても体重増える可能性はあるし、これより、高い時だったら、逆に下がる可能性もあるけどね。まあ、きな粉はそんなに影響はない。BMI で 18.1 で安定するのであれば、まあ、体重、まあ、少なくとも、体重増やす要因じゃないっていうか、肥満の原因じゃないっていうふうに、まあ、言い切っていいと思うもんで。きな粉はたくさん取っても、まあ、体重とか体脂肪率にあんまり影響はない。今日の、まあ、数字見る限りはね。影響ないんだけど、やっぱちょっとお腹が膨れすぎちゃって、嫌な感覚が出てくるもんで、まあ、あとまあ、腸内環境も悪くなるっていうか、くっさいおならがいっぱい出るようになるから、まあ、あんまりたくさん取らない方がいいんじゃないかなって思いますね。そんな感じです。あとまあ、今日うどんスープ、昨日はうどんスープ取ってから、くっさいおならが連発したんだけど、朝ね。今日はうどんスープ取るのやめてみたんだよね。そしたらどうなるのかなって見てみたら、やっぱうどんスープ取らないとね、おならは少ないよ、ね。明らかに少ないね。昨日に比べると今日はおなら、朝のおならだね。朝のおならが少なかった。だからやっぱうどんスープだな、あれ。うどんスープときな粉がどうも反応することによって、腸内でね、腸の中で反応することによって、臭いおならがたくさん出るっていうね。まあ、そんな感じだね。まあ、なんで、まあ、きな粉取るときは、うどんスープのタイミングを気にした方がいいかもしれない。まあ、多少臭いおなら出たって、言っちゃいいんだけどな。そう、体に支障があるわけじゃないからね。ってところです。まあ、そんだけかな。で、今日はマンゴーサラダと、あとオリジナルだね。野菜生活オリジナル。あとアップルサラダを取っています。アップルサラダときな粉を混ぜてペーストに、きな粉ペーストを作ってみたけど、あれは普通に美味しかった。いける。で、マンゴーサラダも美味しかった。いける。で、あとオリジナルも良かった。いける。な、この辺野菜生活シリーズは普通にいけるな。まあ、オレンジとか果物ジュースで、マンゴー、きな粉ペーストを作るよりは、野菜生活100のこの辺のシリーズで作った方がいいなと思った。
まあコスト的にもそんなにしんどくはないし、まあ安いのはオレンジジュースとか、あ、ね、普通の果物ジュース、フルーツフェスタのやつの方がコストは安いんだけど、まあ体にちょっとダメージやっぱあるっていうか、老化に傾くもんで、野菜生活100のこの辺だね、オリジナルとかマンゴーサラダとかアップルサラダとか、この辺でやるのが一番いいなってとこですね。これなら体もダメージないっていうか、で値段もまあそこそこ200円ぐらいだしっていうとこですね。この辺が一番ベストだね、ベストかなってとこです。で今日桃ミックスやらなかったんだよね。桃ミックスは明日やろうと思ってます。明日きな粉に入れてやってみるってとこです。あと今日試しにね、 SB のタンドリーチキン、あれタンドリーチキンなんだけど、あの別にチキンが入ってるわけじゃないからね動物性のものは入ってないんだわ。まあ、香辛料を使ってる、まあ、あのカレーだね、カレーに使うような香辛料が入ってるって形です。だからその香辛料を、まあ、あのきな粉だね、きな粉と混ぜ合わせてきな粉ペーストの中に入れてみたらどうなのかなっていうのでちょっとやってみた。まあ、結論から言うとね、まあ、量配分だな。タンドリーチキンのこの SB のこの粉だね、粉末の量配分次第かなってとこです。ちょっと今回入れすぎちゃって、ね、味がきつかったんだけど、まあ適度な量で作ったら美味しいかもしれないってとこですね。まあそう思った。ちょっと味がきついんだわ、あの粉ね、入れすぎちゃダメだなと思った。まあ適度に少しずつ加えて一番いい味のところを探すっていう風にやって作ったらいけるんじゃないかなっていうところです。で SB のこのタンドリーチキン、これタンドリーチキンだけじゃなくて他にもいろんな種類出てたんだけど、スーパーにね、裏、まあ並んでたんだけど、で中にはね動物性のものが入ってるものもあった。だけどまあ大体はね入ってないんだよ、入ってないんだけど、まあ香辛料を混ぜ合わせただけだもんで、なんか買うにちょっと値しないような感じっていうのかな。まあ塩とか砂糖、塩砂糖ブラックペッパーとか、まあその辺とかね、まあよく知られたし、まあよく今まあ普通にあるような香辛料の組み合わせっていうものも中にあったから、まあそういうのはあんま買う必要ないかもしれないなってとこですけどね。タンドリーチキンのやつは一番中ではまともっていうかな、いろんな香辛料、そうそう普通持ってないような香辛料があれこれ入ってたりしたと思うんで、それで味のバリエーションが増えるかもしれないっていうので、それで試してみた。まあ明日まだ一袋あるもんで、明日もちょっと、まあ、作ってみてもいいかなと思うけど、もう有機豆乳がないんだよね。まあで一回有機豆乳切れた状態でフレッシュジュースだけでやっていきたいなって、やってみたいなっていうのがあるもんで、まあ有機豆乳ちょっと買わないようにしてるんだけどね。であと水で、きな粉と水でまあペースト作って、そこにタンドリーチキンちょっと加えてみるとか、有機豆乳でペーストにしたものに加えてみてどうなのか、で水だったらどうなのか、まあその辺もちょっと確認したいってところです。で醤油を混ぜ合わせたきのこペーストはね、ちょっと微妙だったな、味は微妙だった。まあたまにはいいかもしれないけど、あんまりおすすめできないかなってところでしたね。まあきなこのペーストを作るのであれば、まあペーストだもんで液体色っていうか、流動色みたいな液体色だもんで、まああれだったら一応まあ絶色に、まあグレーゾーンだけど、グレーゾーンだけど、まあ一応ありかなってとこです。そう、まあ毎日頻繁に撮ってたらダメだけど、まあやっぱちょっとなんかね、おやつ的なものが欲しい時とかそういうのはあるもんで、まあ、そういう時に、まあガス抜きじゃないけど、で使うのはむしろいいんじゃないかなってとこです。まあそんな感じです。まあいろいろ分かってきた。まあおやつとしてね、おやつとしてきな粉ペーストで、ペーストの材料としては野菜生活100のシリーズだね、この辺がいいってとこです。こんな感じですねまあこの辺が分かってきた。でまあスープはうどんスープ、あれを使うってとこです。他にも東丸ラーメンスープとか出してたけどね。あと、あれな、ラーメンスープと、あともう一つなんかあったな。何だったか忘れちゃったけど。ただそっちの方は、動物性のもの、チキンエキスが入ってたもんでやめたってとこです。まあ、うどんスープが、まあ一番いいんじゃないかな。動物性入ってないからね。
うん、そんな感じです、うん、明日もフレッシュジュースとあとまあきな粉だね。きな粉はまだ4袋あるもんでそれは使っちゃおうかなと思っています。できな粉全部使い終わったらどうしようかな。で、まあ、果物ジュース関係も全部まあ明日のうちに飲んじゃって、で明後日だね、明後日ぐらいからちょっとフレッシュジュースで、まあ、本格的にやれたらいいなと思ってるところですけどね。いきなりだとちょっとあれかな。まあどうしてもきな粉が欲しかったらきな粉買ってくるし、うん、だけどまあそろそろね、そろそろまだ剪定も終わったもんで、まあ本格的にフルタリアン実験だね、フレッシュジュースだけでやるっていう実験、この辺をまあ始めていこうかなと思ってるところです。うん、こんな感じですね。そしたら、絶食730日目完了です。それではまた明日。